瀬戸康史の動画。はい、どうもこんにちは、瀬戸康史でございます。本日は5月の10日日曜日、母の日でございます。世のお母さんたちはね、ワクワクソワソワしてるんでしょうか。どういう気持ちで おられますことやら、よくわかりませんが、どうですかお母様、お母様方どうですかね。この動画をね、家族で見てらっしゃる方どうですか、お母様の日、お母様の日でございます。ということでね、こちら見ていただきましょう。ひろこさんと私のやりとりでございますね。こちら、この間ですね、 iPad をですね、ちょっと奮発してプレゼントしまして、で、母ちゃんめちゃくちゃ使いこなしまくってて、この LINE ができるようになったんですけれども、で、つむつむずっとやってたんですよ、母ちゃん。でも今日、これよ。LINE ポコパン、瀬戸ひろこさんから招待を受けています。一緒に力を合わせてモンスターをやっつけてくださいとか言ってさ、勝手に自分でアプリダウンロードして、こんな招待とか送りつけてくるようになったんですよ。すごい成長ですよね。で、僕 LINE ポコパンって何やしって言ったら、ゲーム出す。自分でダウンロードしたんけって言って僕驚いた。友達が送ってきた。ゲームは自分でもたくさん取ることができています。なんだこの報告、この事務的な報告なんなので、パンパカパーンってさ、豚ちゃんのねスタンプ送ってきて、ちゃんとコミュニケーション取れてるわけだから、 iPad 送ってすごい俺良かったわけよ。で、まあ母の日、まあまた iPad とかあげ、あ、もうこの間あげたから、お母様またなんかあげたよみたいなのもちょっと嫌だから、今日はね LINE スタンプを、お母さんにちょっとねプレゼントしてみたいなと思います。瀬戸康史の動画。はい、こちらスタンプショップね、クリエイターズスタンプとかいろいろありますけれども、ここから、これ下にビョってやると検索出てきますんで、ここでね、お母さんスタンプって入れてください。そうすると、はい、この上から2番目です、お父さんスタンプ、お母さんスタンプというスタンプがあります。これがね、僕が探した結果これ一番良かったんで、ちょっと紹介したいと思います。これどういうスタンプかというと、LINE で文字を打つのが大変なお母さんとお父さん用のスタンプです。これね、スマホ買ったけど入力が苦手だっていうお父さんお母さんいるじゃないですか。で、うちの母ちゃんも iPad だからなんか文字ね打ててんのかよくわかんないけれども、これのスタンプを使うことで、ただポツッと押すだけでね、連絡とかできるわけですよ。ということで1個ずつ見ていきましょう。まず1個目ですよ、強烈ですよこれ。てれーん、もう目は覚めましたか。あ、お母さんだから、もう目は覚めましたか。いや、これもう目は覚めましたかって、すごい、どんだけ上流階級なのっていう。これお母さんから来たらちょっと和むよね。うちの母ちゃん、もう目は覚めましたかなんて言ってくれたことない。言われても気持ち悪いけどね。ちょっとだから一発目からかなり飛ばしてるんだよね。で、2個目、早めに寝るんですよ。太陽だったのが月になりました。これ誰なの、お母さんなのかお父さんなのかよくわかんないけれども、寝るんですよと。はい、次、明日の朝は寒いですよ。だ、お母さんならではの、自分の子供たちに対する優しさ出てますよね。今どこにいますか。なんか急にこれどこの地図、これアメリカ合衆国みたいになってますね。なんかアメリカ合衆国みたいになってますね。明日は雨ですよ。なんかこれどうなってんの、この傘のキャラクター、顔が傘になってて手がこのフックになってるっていうね。はい、次、これね、僕のお母さんね、リアルに使えるやつです。こちら、荷物を送りました。これいいよね、お母さんよく使うよねこれね。家には着きましたか、乗れましたか、電車には。家には着きましたかだったのか、急に統治法で文章の定義が変わって、乗れましたか、電車には。ちょっとなんか余韻が、謎の余韻があるんですよね。しかもお母さん電車になってますからね。プレゼントありがとう。あー、これ今から僕これ母ちゃんにプレゼントするんですけど、これで返してほしいよね、プレゼントありがとう。あと面白いのなんかね、これいいですね、そうそう、このそうそうだけ、そうそう、一回クッション挟んで、そうそう、いらないです。これ来そう、これ高確率で来そうですね、いらないですって。あと、風はどうですか。つうか、お母さん、あなたが寝込んじゃってないって感じしますけどね。ちょっと後にして。これちょっと後にしてのお母さん何してるかって言うと、これトランプ立ててますね。はい。ということで、このなかなか味があるスタンプね。僕昔やってましたけど、なんだっけ、LINE クリエイタースタンプ発掘委員会っていうね、それのまあ番外編みたいなもんですよ。お父さんお母さんスタンプ。で、これをお父さんお母さんにプレゼントするために、もう私これ画面セットします。はい。プレゼント購入するを押せばもう母ちゃんに自動的に送られるようになってます。瀬戸ひろこって書いてあるんですね。これ選べるんだ自分で。プレゼントスタンプ。どうしようかな。あ、これにしよう。このキザなやつにしよう。じゃあこれでプレゼント購入を押します。ドン、これでいいの、うわうわ何これ。じゃあ LINE の方でチャージしなきゃいけないんだ。あ、チャージあった、あった、ありました。これで120円のやつだから、よし、コインチャージしました。プレゼント購入、あれチャージしたんだけど、
よし、ついにこの画面まで来ました。クイッククレジットで買うことになったんだけど、クソめんどくせえ、これクソめんどくせえ、このシステム。プレゼントする気力が失せるぐらいめんどくさい、これ。120円、たった120円のことなのに。よし、ご購入処理完了しました。そうすると、うちの母ちゃんに言ったはずだわ。無駄なチャージしちゃった俺。無駄なコインのチャージしちゃって、これでできるのかと思って。さあ、行った行った、行きました、行きました。プレゼント送りました、出てます。ちょっと気力になるの待ちましょう。さあ、母ちゃんにプレゼント送りました。さあ、母ちゃんがどんな反応するのか。あ、母の日ですか、でも。あ、気づくでしょ。気づくでしょ、母の日だから、そんな。俺が書くまでもないって話です。ちょっと待ちましょう。暑い。よいしょ。母ちゃん今何してっかな。今ちょうど3時半。鈴の散歩かなんか行っちゃったかな。ちゃんと帰ってくるかな。ちょっと喉渇いたからちょっと飲み物でも飲むか。母ちゃん暇なはずなんだけどな今日。いつもはすぐ、割とすぐね、見てくれるんだけどね。なんかしてんだろうね、きっとね。よかったな。スタンプを送ってから12分が経過しました。未だに既読にはなりません。これ未読スルーというやつなんでしょうか。恥ずかしくてちょっと既読できないみたいなやつ。いや、そこまであれ達してないよ。そこまでは達してないよ。だってもう20分経ったよ。20分。ちょっとワン切りしてみようかな。ちょっと母ちゃんに発信します。もしもし。もしもし。はいはい。今何してんの。ああ、そのやん。あ、そのやん。うん、何？もう福井、オバマに着いたの？オバマには着いてんわ、まだ。着いてないか。ちょっと iPad 見てみろよ、お母さん。iPad 今ピコピコンって言うたね。ちょっと待って。じゃあ電話切るわ、とりあえず。はーい。はーい。はい、これ反則も反則だけど、半分反則だけど、あー、みんな生きるべきだ。じゃあさ、どうなるか。さあ、ここで母ちゃんがあのスタンプを利用、今ダウンロードしてる、今多分ダウンロードしてるから、それを利用してなんかこう何を返してくるか。いや、俺なんかいりませんって来そうな気がするんだよね。でもまあ、もらったスタンプで返すみたいな、そういう規定は多分聞かないから、普通にテキストでありがとうとか、なんかあと他の変なスタンプで送ってくるかもしれない。さあ、何が来るか。普通に母ちゃん家にいたわ。ばあちゃんのいろいろ介護をしてるので、ちょっとばあちゃん、あ、すごい、プレゼントありがとう。普通でした。じゃあちょっと俺が送ってやるわ、俺が送ってやるわ。あー、これだ、これ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 。あ、違う。横、何送ろうかな。これ。どうしたの。これ、何にも、電話までかけといて。どうしたの、何かあったの。しかもすぐ既読になんない。そうか。iPad だとこんなもんなのかな。何この終わり方。何この終わり方。もう一回返事来たら、じゃあ、ほら。もう40分撮ってますから、40分ここずっと座ってます。なんかこっち来た。ちょっと待ってよ。こっち、瀬戸家の方に来た。これ、瀬戸家の方の LINE なんですよ。明日は雨ですよ。はいはい。俺の方にも来た。はい、こちら。ありがとう。いいですね。いい感じで収まったところでね。これで終わることにしましょう。皆さんも素敵な母の日をお過ごしください。それでは以上、瀬戸康二でございました。じゃあ、